今夜の白ガールは一人で食べたい、ラーメン食べたい。あれこそ天才だと思う。やっぱりあまりにも夢中になって、私は矢野顕子っていう文字まで好きになって。高校生の頃から矢野顕子さんの大ファンという清水ミチコさんと、もうすっごい厳しかった。それは音楽の趣味について、うん、だからもういつもそれは喧嘩してたし矢野顕子さんを母に持つ坂本美雨さんが今年ソロデビュー40周年を迎えたアーティスト矢野顕子、唯一無二の天才、その生き様に学ぶ矢野顕子学。今日は矢野顕子さんについて語ろうと思いますが、来ました。もうこの上ないお二人に来ていただきましたね。もう本当に大好物で、私よりみちこさんの方がきっとお詳しいじゃないですか。もう私はもう娘だと思ってますからだってみちこさんもいろんなレパートリーモノマネありますけど、うん、矢野さんのが一番イメージ強いです。あ、本当ですか。はい、嬉しい、ありがとうございます。ずっとモノマネされてたんですか。そうですね、高校1年の時に初めて聞いて、それで高2になってアルバムが出て、だからレコード擦り切れるほど聞いたって言葉あるじゃん、はい、これかと思うぐらいに、で今までの自分の人生がモノクロに感じるぐらいに、なんかその CD 聞いてからもうなんか自分の目標ができましたみたいな感じだったんですよ。あまりにも夢中になって、私は矢野顕子っていう文字まで好きになって、それでもう授業中もこう勝手にレタリングして矢野顕子すごく丁寧に定規なんか使って、それでそれを筆入れとかカバンとか名前を入れてたので、それを落としても誰のか全然分からない矢野顕子って書いてあるんですね。本当にで、はい、矢野さんのお嬢さん美雨さん、はい、矢野さんのお母さんってどんな感じなんですか。いや宇宙人ですね。そう。元夫で世界的ピアニスト坂本龍一をして、ピアノでは彼女にかなわないと言わしめたアーティスト。それが矢野顕子。最近ではこちらの CM でも耳なじみがあるかと思いますが、音楽大学で理論や知識を学んだ経験はゼロにもかかわらず、唯一無二のピアノを弾くまさに天才。坂本龍一率いる伝説のユニット YMO にサポートメンバーとして参加し、ワールドツアーに同行。坂本は矢野顕子のピアノの第一印象をこう語っている。ジャズとかロックとかだけじゃなく、印象派とか現代音楽とか分かった上でやってるのかと思ってたら、全然知らないでやっていて、これは天才なんだと思って。80年代にはソロとしてもこの大ヒットソングを生み、その後ニューヨークに拠点を移し、グラミー賞受賞のパッド・メセニーなど世界の名だたるアーティストとコラボレーション。実は清水さんも夢の共演を果たしているんです。名だたるアーティストたちがリスペクトしてやまない天才アーティスト矢野顕子とは。すごいかっこいい。みちこさん、かっこいいでしょ。すいません、番組いつも気軽に呼んじゃってすごいよ。坂本龍一さんが天才だって、うん、あそこまでおっしゃる、
っていうのはすごいことですよね。うん、すごいことだと思う。坂本龍一さんは矢野さんのことを、すごく楽しそうに歩く怪物みたいな言い方してたよね。ねえ、言ってたかも。坂本さんが矢野さんのことを、坂本さんはやっぱり本当に もちろん才能があって、でどん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 こう勉強なさった学級肌の方でもあるじゃないですか。 そうですね、でその方がこんな基本的なこと知らなかったのみたいな感じで、知らないけど弾けるよみたいな感じで、というわけで今夜は矢野顕子さんを知り尽くす2人が唯一無二の天才矢野顕子を語る。まずは一度きりの女、他のアーティストには決して真似できないアレンジ力の凄さが明かされます。恋愛の意味じゃなくて演奏が一回歌って弾くじゃないですか。それをもう一回ってことができないんですよね。何日間かライブやっても、そのライブ毎日毎日アレンジが違うんですか。そう全然違うんですよね。違う、きっともう本当にその日の気持ち、コンディションとか、なんか気候とか、なんか湿気とか、毎日人が生きてる環境って違うじゃないですか、そういう感じでただ単に違う音楽、今日は今日の音楽になってる、なっちゃうっていうだけなのかなと思って、だから違うことやってやるぞとは思ってなくて、同じ曲でも毎回アレンジが変わるという矢野さん。例えば皆さんも知っているこの童謡、この小さい秋、矢野さんの手にかかると、これも同じ小さい秋見つけたんですか。80何年だろうねこれね。アレンジができるんですか。だから私が思うには多分手に入った以上これはもう自分の童謡で、どんな風に味付けしようと自分のものだからということで、自分が気持ちいいようにやる、聞く、演奏するっていうのがすごく新鮮なんじゃないですかね、矢野さんにとって。さっちゃんはねとかあるじゃない、あれは私も童謡だから、みんな本当は知ってる曲なんだけど、どういうメロディーなのか大人になるまで知らなかった。なんかいつもさあちゃんねみたいな、確かに言うんだよみたいな、似てて悔しい。ちゃんとしたあれを知らなくて、アレンジばっかり聞いてて。じゃあ元の聞くとなんか足らなくないですか。足りない、なんかこう変拍子したい。私たちが思ってるイメージとか、こう既成概念みたいなものでは通用しないですね。そうですね。だからピアニストはこっちの方で、エレピを弾くとかね、そんなことはありえなかったんですけど、それもね勝手にありですみたいな感じで。既成概念にとらわれないという矢野さん、ピアノの演奏方法もちょっと変わっているんです。手ずつ、そっか、これはあんまり他の人やらないんですか。やらないよ。そうなんだ、でもミユさん今の映像をご覧になって、これ普通じゃないのっておっしゃってて、あ、そうそう、このいないよ。そうなんだ、初めて見ましたよ。知らなかった。もう小さい頃からやってたから。そうだね。すごいね。やっぱりそれでそのピアノも
よし絶対に真似るぞと思って一生懸命聞くんですけど、音数が多いっていうんじゃなくてすごく意外と少ないシンプルだったりするんですよね。それで少ない音数の中でどうしてこんな風にリズムを刻めるのかなって、あれがすごい不思議だった。あと喋りながら弾けるっていうのもすごいですね。それはそう、ずっとそのスタイルですよね。喋りながらその時の気分や気持ちを即興で弾くという矢野さん、幼少期からこんなエピソードが。遠足の帰りとかどうだったってお母さんに聞かれて、こんな感じだったっつって、ピアノでね歌い弾きながら、もう説明するよりも音楽で表した方が早いっていうか気持ちが出るんでしょうね。でもお母さん困りますよね。お母さん、あ、へえ、あ、そういうこと、あ、そうだよね。いやいや、どうなってんでしょうね、脳みそ。どうなってるんだろうね。続いてはデビューの時から天才ぶりを発揮していたことが分かるエピソード、ギャラいりません事件。まだ10代の小娘の矢野顕子が日本から出てアメリカでレコーディングをしたんですよね、はい、ジャパニーズガールっていうデビューアルバムのためのレコーディング、そうデビュー前で、その時にリトルフィートっていうバンドとご一緒したんですが、それがどうもうまくいかないとリズムが取れない、それで何回もやるんだけどなかなかうまくいかないんで、本当は莫大なギャラは払わなきゃいけないんだけど、僕たちもうギャラはいらないですって言ったっていう一幕があるんですよ。もう僕ら会わない、矢野さんに会わせることできないから、ノーギャラでやりますって。そうなんですよ、ギャラを受け取れませんって。すごいですよね。リトルフィートっていうのはどのくらいのバンドなんですか。どのくらいのバンドでもすごいですよね。私がやっぱり20歳くらいの時に桑田佳祐さんが FM の番組をお持ちだったんですけど、この中でリトルフィートとやるなんて、俺は本当にこの人のことを尊敬するって言って矢野さんの曲をかけたことがあります。すごいいろんな細かい情報が。でそのファーストアルバムが出来上がって美智子さんそれを手にすることになるんですよね。そう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 、一言で言うとこんなことってありなのかっていうアレンジとかピアノとか、あと10代でこれからっていう女の子なのに全然力抜いた歌い方なんですよね。でデビューの時からそのインタビューなんか読んでると、その売れるっていうことに関して全くなんか魅力感じてないんですよね。そうなんですか、うん、踊らされないですよね、あの方ね。そうですね、アメリカの有名バンドも驚いたという矢野さんの才能。さらに清水さん曰く、その天才ぶりは歌詞にも現れているそうです。矢野さん、そのピアノがすごい、音楽がすごいって言われてるんですけど、意外とその歌詞も文豪で、国語の教科書に載ったのがあるんですよね。なんだっけ、知らない、ラーメン食べたいっていうのが、うん、そっか、国語のってのがすごくないですかね。音楽の教科書じゃないの確か。高校の国語の教科書に歌詞が掲載されたラーメン食べたい、タイトルからは想像できない恋に悩む女性の気持ちが感じられる歌詞に注目です。からああいう風に変化していくんですね。そうなんですよ、実はちょっと悲しい歌でもあるよね、シンプルな言葉の並びなのに考えるというか、いろんな場面が浮かびますね。ラーメンってさ、それで本当になんかあの元気がない時に、確かに一番ね、なんかメンタルな食品なんですよね。ああ、そう
だからなのか分かんないけどラーメン屋さんって意外とメンタルな言葉書いてあったりしない？なんでこんなちっちゃいこと聞いてんのみたいな、あれなんていう時があってさ、だからやっぱり矢野さんそういうとこ先見の明があったっていうか、気がついててそういう風だったのかななんて思うことがある。続いては娘が驚いた。元夫世界の坂本龍一に言ったまさかの一言とは。父が、ピアノとあと大貫妙子さんをゲストに迎えて、まあ、しっとりと歌うというツアーがあって、うん、あのそれになぜか唐突に母が行くって言い出して、うん、その瞬間なんかみんなざわってなって緊張すると思う。で行ってたらあのお客さんもみんな割とピシッと聞く、ドキドキしながら聞く、もうくしゃみもできないみたいな空気の中、飴をこうガシャ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 最中に最中にすごいこう、また父もなんかこう間がすごいみたいな曲の最中にガサガサガサやりながらなんとか本編が終わって次があったみたいで、あ帰るわって言って、で学校行かないのって言ったら行かないってこう廊下まで送り出したんです一応。そしたら帰り際に階段を降りながら上手くなったんじゃないって言っといてって言いにくいですね、世界の階段でお伝えしたんですか？うん、言いました。いやなるほどね。苦笑してましたけど。あんまり行かないんですね。でもお互いのコンサートライブには。全然そもそもお互いあんまりなんていうかな、お互いの音楽活動のことは触れ合わないかったと思います。いつ頃から？ご覧のスポンサーがお送りします。坂本龍一の娘なんだっていう自覚というか。いや2歳ぐらいには多分そんなちっちゃい時にあったと思います。なんかね周りの例えば自分が4歳だったら自分はあの4年しかあの人のこと知らないけどみんなはもっと長くしお母さんお父さんのこと知ってるんだって思った記憶がすごいあって、そういう不思議な感覚ですね。だから大切に思っている人が自分よりもこの世たくさんいるんだなっていうのはね、寂しいけど誇らしくももちろんある、うんうん、すごいなるほどね、うん、複雑なもんだね。ある、うん、周りの目もありますもんね。そうですね、あの偉大な二人のお嬢さんだっていう、もう聞き飽きたやめていいでしょ、ね、逆にいや七光っていう言葉あるでしょ、ね、7が2つだから14光って言われる多すぎんのよ。類まれなる才能でアーティストとして独自の道を切り開いてきた矢野さん。そんな矢野さんはプライベートでは一体どんな人なのか、娘さんだけが知る母親矢野明子の素顔とは。お母さんの方から美羽ちゃんが聞いてるものに何か言ったりするかする、うん、ありましたよ、うん、もうすっごい厳しかったそれは。え、音楽の趣味について、うん、だからもういつもそれは喧嘩してたし、喧嘩でも喧嘩してもやっぱりそこは母の方が正しいってどっかで思っちゃうから隠す、クローゼットの中にもうすっごいすっごい隠してみゆさんじゃ自分の好きな音楽隠しながら聞いてたんですか？こそこそ聞いてましたでももちろん見つけるわけですよ。学校から帰ってきたら庭に隠してた CD とか本とかが全部ぶちまけられてきてマジで怖いで、うわやっぱ見つかったと思ったら黒いゴミ袋を出してきて、これあんた自分で捨てなって。まあ、自分の手でそう自分の家ですごいね、よく怒らなかったね。もう負けたと思ってこれ聞きなさいっていうのはなかったんですか？たまに、趣味が一致することがあって、アメリカいた頃はレディオヘッドとか あとビヨークとか93年ぐらいにデビューして。ビヨーク好きだって。好き、最初は好きってよく聞いてましたよ。一緒に聴けるものを見つけてと私も嬉しくて、うん、CD 借りたりしてましたけど。あ、そうなんだ、うん、
じゃあどっかで音楽進んでほしいっていう気持ちがあったんですか？進んでほしいっていうのはな多分ないと思うんですけど、はい、やっぱりこう音楽が人に及ぼす影響っていうのが強いし、特にこう思春期に取り入れるものがどれだけ大事かっていうのを、うん、芸術に関して思ってたんじゃないかな。なるほど、だから庭にぶちまけてたのかな。すごいね。でもその後歌手としてデビューした美優さん、この時母矢野明子が取った行動とは。デビューの時はどうだったんですか？始める時はすごい反対、まあ高校生でしたし、うんうんうん、なんか甘い世界じゃないと、うん、そんな、そう、とにかく高校だけ卒業してみたいな、こう約束事がいくつかあって、うん、でも、まあ、一旦決めたらしょうがないと思ったんだと思うんですけど、その後こう私の方に興味はないのかなと思っていたんですけど、デビュー当時ってあんまりライブやったことがなくて、一回一回本当に緊張してたんですけど、ライブ前夜にファックスが届いて、うん、うちに猫が4匹いたんですけど、その頃一匹一匹の猫をちゃんとこうやって手形取って手形取ったんだと思うんですけど、その子の声色、うん、話し方みたいなのがうちでは定着していって、うん、じゃあマイケルだったら明日頑張れよみたいな、うん、男の子の感じ、その性格が出てるんだ喋り方にね。で旅だったら頑張んなさいよ、歌詞覚えたのみたいな一言が一言ずつ書いてあって、それがじーっと送られてきたことがあって、そんなお母さんすごい、めっちゃ嬉しいじゃないですか。それは本当に嬉しかったし、直接言うことが照れくさい時は必ず猫を使うんですね。だから電話してきた時も、あの留守電にあのメッセージ入れるんじゃなくて、猫のこのゴロゴロゴロっていう嬉しい時にね、喉を鳴らすようなっていうんですか、うん、それが2分ぐらい延々と入ってます。長いよ。それ難しいですね、内容。おしゃれ。正しいね、なんかね、でも。今日改めて、矢野さんって偉大ですね。本当ですね。知れば知るほど、もっと知りたいです、でも。最近は、本気で思ってるらしくて。この後、矢野明子の次なる目標とは。本気なの。最近は、NASA に入りたい、宇宙飛行をしたい、本気だな、宇宙に行きたいって本気で思ってるらしくて、すごい体力作りをして、そもそもね体力作りだったんですか？あ、そう、この間会ったら、なんと水泳を始めたって、それは本当に驚きで、60超えて水泳を始めるっていう、しかも宇宙に行きたいっていう。ご覧のスポンサーがお送りしました。